北海道栄の森くんが第5レーン、第7レーンにはアンダー18日本選手権第2位で今シーズン46秒88の最も良いタイムをマークしている千葉成田の庄司君が第7レーン、その間第6レーンには山形インターハイ第2位、愛知愛媛国際少年系第4位の神奈川総合メルドラム原君が出場いたします。この後13時40分から男子 400m 競走の準決勝が3組行われます。それでは男子 400m 競走の準決勝第1組に出場の選手を紹介いたします。第2レーン平田君、土佐コーチ。第3レーン今井久美君、福岡大高校大堀福岡。第4レーン上原君、那覇西沖縄。第5レーン森君、北海道栄北海道。第6レーン、メロドラム新田君、東洋神奈川。第7レーン、庄司君、成田千葉。第8レーン、金田君、金沢石川。第9レーン、天野君、広島国際学院広島。以上8名によりまして、男子 400m 競走準決勝第1組が行われます。フィニッシュタイマーは47秒26で通っております。速報タイム1着は第5レーン北海道栄の森君。
Thank you.
トロッケ行きは男子 400m 競走準決勝最後の第3球です。第2レーン石谷くん神奈川県広島、第3レーン山中くん智弁カレッジ奈良、第4レーン片山くん敦賀福井、第5レーン川上くん西武対千葉、第6レーン藤吉君中遊館福岡、第7レーン松岡君宮崎南宮崎、第8レーン小倉君鳥取市鳥取、第9レーン松本君鈴木松戸千葉、以上8名によりまして男子 400m 競走準決勝は第3最後の第3組です。